1は無痛恋愛がしたい、星1。この漫画は恋愛の美味しいところだけをつまみ食いしてしんどいところはやりたくないというコスパ世代のトレンドとニーズを汲み取ったジモールとベネな作品。主に無痛恋愛と銘打った自分にとって美味しいところだけ味わう恋愛がしたい人族のメスと、そんな都合の良いものなど存在しないと恋愛不要論を持つ人族のメスの価値観を紹介する漫画。コスパ世代は所得が低いという理由以外に恋愛はコスパが悪からしないという合理主義者なのぜ。でも恋愛がしたくないわけじゃなくてコスパが悪いからしたくないのぜ。なのでコスパの良い恋愛をしたいわけです。それとこの漫画にはいい感じのクズオスが出てくるので、ハズレを聞きたくないオスメスは読むといいのぜ。まあおまんじゅう発言するけど、この漫画で絶対に連絡先聞いて彼氏候補に入れた方がいいペミおじさんが出てくるんだけど、そいつはおじさんって理由でバッサリ切り捨てているんだよね。要するにオスメス関係なく見た目で選んでいるから好物件を捕まえられないんだよね。でもそれを選択するのはうちらおまんじゅうではなく人族なので、自分で自分の首を絞めてツイッターの鍵垢で男運が悪いとか愚痴るのが大抵のメスのわびさびなのぜ。一方でブスなんて言わせないで人を見た目で判断するクズオスなんて許さんまんしてて、一方で見た目で自分でクズ引いてて悲劇のヒロインしたり愚痴ったりする、全く別の人格だけど人族ってのは自分都合のいい性格したストロングな生き物なので、自分がどの立場に突っ立っているかの問題であって間接的には社会の問題なので社会のせいにできるんだけど、本質的には社会の問題じゃなくて立場の話だからね。最終的には自分が不快な思いをする社会は許さない、自分を気持ちよくする社会を作る、だったり自分が選んだオスがクズなのは私の見る目ではなくクズなオスが悪いって感じだからね。ちなみにもしもイラッときたら、今ここに入っている構文のメスをオスに変換してね。オスもオスでこういう SNS で愚痴書いたりするメスとは関わらない方がいいのぜ。ちなみにこの漫画を読んでも多分物事が1ミリも好転しないのぜ。クソバイスだけど、きっとこういう漫画と SNS を自分の手元から消すと QOL が上がるのぜ。そんなもんゲー漫画。